2021年12月11日土曜日、今日は大山に来ています。で、今日は大山はあの天気がいいのでちょっとタイムを意識して、行こうと思います。それで装備は軽装できてます。で今日履くのはアルトラのスペリオール持ってきてます。で、スペリオールの狙いはあの今日はあの足指をうまく使ってあの軽快に行こうと思います。でこのスペリオールなんですけどストーンガードというのがついてるんで、今日はこれは入れていきます。入れていって、足の下からの突き上げはストーンガードでちょっと防御していきます。であとはあのちょっと下りはあの今日はあの登山の方が多いと思うので、割合慎重に行きます。それと今日はあの伊豆で ITJ やってますね。あの ITJ は私は今日は参加できないんですけども、選手の皆さんは頑張ってくださいというところで、です。私はいつでしたっけ、何年か前出てるんですけどあの、今年はちょっと出ない。でその冬の間にも一生懸命練習をしてあの走力をアップしていこうと思っています。あ、で、スペリオール特徴はこのようにぐにゃぐにゃするんですよ。こういうような足裏感覚を研ぎ澄ましながら、トレイルを行こうと思います。さあどんな感じでしょうか。それでは登っていきます。ああ1時間切れない、足が終わってます。もう動けない。山頂が見えるんですけど足が動かない。59分30秒、1時間切れないか、悔しい。今1時間経過しました。山頂が見えてきてるんですけどね、1時間に一歩届かずでした。1時間1分、PB は59分40秒ぐらいを持ってるんですけど、今日は1分ぐらいちょっと届かずでしたね。まあでも久々になんかあのアタックというかあのフルパワーで登ってきましたけど、やっぱり大きな筋肉のワークアウトの後はあの臀筋とか、四頭筋、それから内転筋の意識、そこにちょっと筋肉痛が残っていることによってあの使えているかっていうその判断がつきやすい。で今日はあの背中を丸めたりして、下からの突き上げは
あの下りだけでなく上りでもあるんだろうというふうに思って背中を丸めたり、あとは腸腰筋に手を当ててみて、あのその推進力を胴体から作ってみよう、そういうような、意識、それできましたけどね。まあ、いつもやってることなんですけど、それはそれでも1分届かず、やっぱりあの競技志向の動きを継続してやらないと、出せないタイム、そういうのもあるのかなと思います。まあ、下りはちょっと力んじゃうと、怪我のリスク出てきますんで、タイムよりも、脱力、結果的に速かったということを目指して下っていきます。もう息が切れたのはすぐ治るんですけどね。このまま淡々と下っていきます。1時間18分が経過して、下社の近くです。ちょっとやっぱり15分ぐらいで集中力が切れて、軽いつまずき、それのちょっとしたことが出始めたので、集中力、それが、10分から15分というところですね。あの無理せず、あの集中力って神経の、神経伝達物質がちょっと枯渇したって感じだと思うんで一息つきます。なんか競技中ですか？そうですね、今日は小山アドベンチャーです。アドベンチャーです。もうでも終わりです。あ、そうなんですか。頑張ってください。お疲れ様です。レース中だそうです。いや、いろんな世界がありますね。あ、疲れ様です。かついた。お疲れ様です。電車かついで登山してますけどね。いや、本当いろんな世界がありますよ。あのマウンテンバイク結構重いと思うんですけど、でも今日私も割と狂ったようなスピードが出てて、あと10分ぐらいでゴールなんですけど、PB いかないんですか。1時間50分ぐらいで、ゴールできそうですね。もうなんか結構足が終わってて、久々に釣りそうなほど練習してますね。あ、これは昨日のあの昨日のマシンで追い込んだ次の日なんで、だいぶもう、使い込んだ足みたいになっちゃってて、もうそこにさらに追い打ちをかけるような今日の走りです。やっぱり筋肉が硬直する感じがして、筋肉が硬直する感じがして硬くなってきちゃってて、でこうやって手をこうやって伸ばしたり、もう胴体を 3D な感じで動かして、それで筋肉の緊張をほぐしてで走ってますよ。あの筋肉って伸ばしたらちょっと筋力落ちちゃうんで、あの適度に固めたいんですけど、固めると今度はあの筋とかその白っぽいところ
それが伸びやすくなって怪我をしやすいというところですね。胴体が、3つの方向に動くと、要するに曲げる、こう畳むとかねじれる、まあ、その方向を制御して、で、肘から先に力を入れないというか、あんまり期待しないって感じですよね。これ胴体は筋肉いっぱいついてるんで楽な感じで負荷をかけれるんですけど、これ一箇所、例えば足四頭筋に負荷が乗り続けてる、それを走る途中気がつかなかったら、まあ怪我をすると、軽くこう下からの緊張を、上半身で抜いて、別になんか普段通りという感じで走ると、緊張というか、その筋肉が硬くならずに動けるのかなと思います。まあ、とはいってもこれ相当ハードなスポーツなんでね。ハードなスポーツで、まあ私も今もうなんかちょっと膝がジーンとしてるんですよね。ハードスポーツ、今日は下り切って、その足を使い切る、もう使い切っちゃって、明日以降が結構、立てないとかなったら困っちゃうんですけど、筋肉痛がすごすぎて、ゴールしました。1時間53分で、走ってきた距離は 9.57km、 平均ペース11分55秒です。平均パワー 158W です。で、獲得標高は大体 1000m ぐらいです。というわけで、足がつりそう。それで、今早く防寒着着ないと寒くなっちゃうんですけど、ワセリンを塗ってるとだいぶ汗冷えを防げます。なんか知らないんですけど、全然今日寒い感じしなくて、今気温が8度ぐらいだと思うんですけどね。さあ、でちょっと今日はマウンテンバイクを担いでる人たちを初めて見て、なんという世界があるんだとちょっとカルチャーショックを受けています。なんかやっぱり山ってなんか連想するのいろいろあると思うんですけど、山って挑戦なのかな。トレランが終わってラーメン屋さんに来ました。小川屋です。そして12月11日11時リニューアルオープンだそうで、
ちょっと食べてみます。ネギラーメンかな、何食べようかな。ラーメン餃子セット、味玉ダブルチャーシュー。あ、チャーシューうまいんですよね。何食べようかな。お腹いっぱい食べちゃって、あー、お腹いっぱいで動けません。そう、食べてる時に食べるために走るのか、走るために食べるのか、卵、鶏話なんですけど、私は食べるために走るではないタイプですね、走るために食べるタイプです。なので、走るための食べ物なんだろうなって考えるのは好きなんですよ。それでダイエット志向の人は食べたいから、で食べたら太っちゃうからといって、食べる量控えたりしますけどね。私はもうはちゃめちゃに食べますよ。食べる量多いと思うんですけど、ただ太りません。太らない。食べる量コントロールしてるっていうのはあんまりないんですけどね。それは体の体質もあると思うんですけど、外排用型だとか内排用型、その中間だとか、そういうのは体の体質があるんで、食べたら太ってしまう、太りやすい、食べても太らない、それは人それぞれあるんですけどね。今日のこの味噌チャーシュー丼とネギラーメンにネギトッピング、ネギトッピングみたいなのにしたら多分2000カロリー以上はあると思うんですけど、カロリーの計算してたらとんでもないことになっちゃいますからね。そういうところです。で、カロリーって熱量ではないんですよ、人間の体って。人間の体はエネルギーを燃やすとかそういう世界のものではないので、カロリーを参考までにして、体重増えると言ったら、水を飲めばもう500ミリ水飲んだら 0.5 キロ増えますからね。ただ単に体重だけを追っかけていてはダメですね。
私はもう走りたい、走りたいからそのパフォーマンス出すための食べ物ということで、時折、小川ラーメンを食べに来ます。